頃の今度愛知さんを見つけないと。愛知さんの若かりし頃の映像を見つけないと。俺の若かりし頃の映像って伝えたってあったとしてもたかだか10年前でしょ。愛知さんやっぱり40年前でしたね。
ぱ高いところにあるから、うん、ええ、あの要はさ山の水そば火できてるんだからあ井戸水が、うん、そうそう、あ新の水井戸じゃないの、うん、あの何はだけのあの干渉を何だけのワックスとか火できてるんだけどその代わりなんぼ使ってもただなんですよ、うん、ただ打てる電気代はポンプ、あポンプあポンプなの、うん、ポンプやればまあ給湯器も使えるし、うん、今ポンプ入ってないと思う、使ってないと思うね、うん、あそっか今だから ラクさんのアプロだよ、あそっかそっか、うん、その固定札がそれでね、うん、あどうぞ、はい、まだまだか、うん、山田は次の日に出します、うん、はい、じゃあ